材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これでいいかな。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。へえ、そうなるんだ。あ、これいい感じ。うん、いいね。うん、いいじゃない。これ、それじゃ一気に仕上げ。きた。どの特性を引き継ごう。よし、出来上がり。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。うんうん、好調好調。いいねいいね、いいねいいね。それじゃ一気に仕上げ。できた。どの特性を引き継ごう。これで、よし、出来上がり。そろそろ、待って。どうした？お、どれ？ま、どの？
いら、どん、そ、ありがとう。その上、ありがとう。いらっしゃ、どの、さて、どこに行こう。私も戦います。これを使おう。このくらい余裕だね。綺麗な宝石だね。もっと磨いて装飾品にでもしようかな。何が取れるかな。これはあっさり終わりそうだね。これはあっさり終わりそうだな。戦闘開始といこうか。こいつで攻撃する。試し撃ちにもならなかったな。何が取れるかな。何が取れるかな。たくさん取っちゃうよ。行き先はどこなんだい？
料はどれにしよう。どの色なん ありがとう。なん。何を作ろう。材料はどれにしよう。これでどの釜を使おう。よし、始めるよ。うん、いいね。うん、いいじゃない。あ、これ、いい感じ。そうなるんだ。悪くないかも。これでこれじゃ一気に仕上げできた。どの特性を引き継ごう。これでよし、出来上がり。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。うんうん、好調好調。うんうん、好調好調。いいねいいね。よし、いい流れだよ。
何かいいこと起こりそう。うん、パパッとできた。どの特性を引き継ごうか。これでだ。よし、完成。レベルアップ。いらっしゃ。どのいる。ありがとう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 。いる。ど。そ。あり。いる。どれを。これでいい。あり。いら、どの。それで。いら、ど。ど。な。どの。よし、何を作ろうかな。どのくらい休もうかな。
よし、まい。待つ。何を作ろう。材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おうか。よし、始めるよ。あ、これいい感じ。うん、いいね。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。へえ、そうなるんだ。それじゃ一気に仕上げていた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。フリッツさん、依頼されてたものを持ってきましたよ。うん、すまないな。これさえあれば素晴らしい人形が作れるだろう。それは良かったです。ソフィ、ありがとう。これでまた夢に一歩近づくことができた。最高の人形劇ですか。ああ、この人形が完成した暁には最高の人形劇の演目の一つとしてぜひ用いようと考えている。そうだったんですか。でもそんなにすごい人形の材料私が作っちゃってよかったのかな。何を言っている。君だからこそ頼んだのだ。人形への愛情を持ち、なおかつ才気あふれる錬金術師である君だからこそな。フリッツさん、君は優れた錬金術師だ。君が思っているよりもずっとな。もっと自分に自信を持つといい。それでは、私はこの材料を使って人形作りに取り掛かろうと思う。完成したら真っ先に君に見せに行くからな。楽しみにしていてくれたまえ。はい、待ってますね。おう。やです、ま、どの依頼あり、あ、依頼、そ、依頼し、どの、行き先はどこなんだい。いいものはいい素材から作られる。したで攻撃する。守ってみせる。
任せといて。手加減なしです。外しはしないぞ。せい。負けそうです。これを使おう。こいつで攻撃する。もう大丈夫だ。危ないの行くです。これでいっけー。外しはしないぞ。これで一息つけそうだな。これでバッチリだよ。このくらい余裕だね。よいしょ。えい。よいしょ。油断しないで一気に片付けよう。これでバッチリだよ。このくらい余裕だね。いいものあるかな。次はどこに行けるです。次はどっ。どのイラ。ありがとう。それ。あら。
おう。さあ、始めるとしようか。これを使おう。このくらい余裕だね。つけろ。私の経験からすると骨の折れる相手がいるはずだ。これならきっと楽勝だね。これでいっけー。このくらい余裕だね。たくさん取っちゃうか。曇ってきたかも。採取採取。雨が降りませんように。これはあっさり終わりそうだな。このくらい余裕だね。
採取採取っと。いい匂いの植物だね。オスカーが好きそうだよ。この感じ。大したことなさそうです。代わりになろう。僕に任せてくれ。これも務めさ。油断するなよ。気をつけてくれよ。これでバッチリだよ。手加減なしです。こいつで攻撃する。これで一息つけそうだな。すごいのがいそう。大したことなさそうです。でも知りません。スキャリー撃つ。油断するなよ。はっ。この撃つ。これも務めさ。そこだ。このまま攻めるよ。もう大丈夫だ。はい、どうぞ。撃つ。援護を頼むよ。
じゃあ行きますよ。私たちが勝ちました。あるかな。あ、食べられそうなもの見つけた。お腹空いてるけど。最初最初我慢我慢。さあ、張り切っていきましょう。嫌な予感がするな。なあ、ソフィー、引き返さないか。嫌な予感がするな。危険な相手だ。気をつけろ。これで必見。このくらい余裕だね。最初っと。おっ。
戦闘開始といこうか。目的地はどこだ？次はどこに向かうつもりなの？目的地。よーし、ここはさっき。頑ソフィー、プラフタ。君に材料を用意してもらった人形がついに完成したのだ。やっぱり見せてもらってもいいですか？あ、これだ。これって何やら私と似ているような。それはそうだろう。これはプラフタを参考にして作ったのだからな。え、どういうことですか？私はな、君たち二人の関係を気に入っているのだ。私たちの関係？ああ、プラフターを人形にするために奔走したソフィー、そして助言を送りつつそれを見守ったプラフター。全て知っているわけではないが、君たちは友であり師弟であり、そして家族でもあるように見える。そんな君たちの関係をぜひ人形劇の題材にできたらと考えたのだ。
君たちを題材にしても構わないだろうか。はい、私は大歓迎です。フリッツさんの人形劇の題材にしてもらえるなんて嬉しいです。ねえ、プラフタはどう？そうですね、少し恥ずかしいですが悪い気はしません。そうか、ありがとう。二人ともこの町に来て君たちに会えたのはとても幸運だった。私もです。フリッツさんに会えてよかったです。最高の人形劇が完成したら私にも見せてください。私も少し興味があります。もちろん、君たちには一番いい席で見てもらわないとな。やった、楽しみにしてますね。あ、それでは私はこれで。またな、ソフィー、プラフタ。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。うん、いいじゃない、悪くないかも。へえ、そうなるんだ。うん、いいね。あ、これいい。うん、いいじゃない。へえ、そうなるんだ。それじゃ、一気に仕上げてきた。どの特性を引き継ごう。これでよし、出来上がり。どの材料を使おう。このかどの釜がいいかな。それじゃ始めよう。いい流れだよ。うん、いい感じ。いいね、いいね。この手を、では仕上げていきた。どの特性をつけようかな。こんな感じ。うん、これレベルアップ。材料はどれを選ぼうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。おお、何かすごそう。おお、何かすごそう。うまくいってるよ。うまくいってるよ。あ、面白い反応だね。
材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おうか。よし、始めるよ。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。あ、これいい感じ。うん、いいね。これでいいかな。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げ、できたー。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃ始めよう。うん、いい感じ。いいね、いいね。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。こんな感じで大丈夫。では仕上げて。どの特性をつけようかな。うん、これでバッチリ出来上がり。どのくらい休もうかな。おはよう。どの。なん。なん。ありがとう。それ。いら、どの。その。ありそのありがいそれではなくなっどれよう。オスカー、栄養剤持ってきたよ。お、本当か。どれどれ。グングン。え、なんで匂い嗅いでるの。嗅げば大体どんな感じかわかるじゃないか。うん、これなら大丈夫そうだ。
帰ったら試してみるよ。本当？じゃあお願いするね。おう、オイラに任せとけ。材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。悪くないかも。悪くないかも。悪くないかも。へえ、そうなるんだ。これでいい。それじゃ一気に仕上げ。できた。どの特性を引き継ぐ。これでよし。レベルアップ。どの材料を使おう。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。うんうん、校長校。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。こんな感じで。それじゃ一気に仕上げ。できた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。そ、プラフター、頼まれたもの作ったよ。本当ですか？ありがとうございます、ソフィー。これで私も戦うことができます。え、戦う？それでは試してみますので少々お待ちください。錬金術製の駆動騎兵です。私の意思に応じて動くように設計してあります。駆動騎兵？はい、こちらの腕輪と連動しており容易に転送が可能となっています。
しかし想像以上の完成度です。さすがですねソフィー。さあプラフタが何を言ってるのか全然分かってないんだけど、つまりどういうことなの？分かりづらかったですか？要するに戦うための武器を作ったということです。そうなの？あれって武器だったんだ。でもなんで急に戦おうって思ったの？そうですね、不安だからでしょうか。以前思い出した私が何かと戦っている記憶、あの記憶を取り戻してから妙な胸騒ぎがするのです。またいつか私はあの存在と戦うことになるのではと。もちろん杞憂に過ぎないのかもしれませんが、せめて備えだけはしておこうと思いまして。そうだったんだ。はい。それとソフィー、これからは私も採取に同行します。え、本当？ソフィーにはこれまで世話になっていますから、せめてもの恩返しをさせてください。うん、やった！プラフタなら大歓迎だよ。プラフタと一緒に採取に行けるなんて楽しみだな。よろしくね。